朝刊チェック7月13日土曜日配信分です。5秒前4、3。おはようございます。時刻は8時54分。週末の朝いかがお過ごしでしょうか。コモさん、小森康則でございます。今日はお江戸日本橋のビジネスホテルからお届けをしてまいります。朝刊チェックでございます。今日もどうぞ時間の許す限りご覧くださいませ。現在全世界で363億人の方にご覧いただいております。ポチッといいねと、そしてチャンネル登録が私のエネルギーとなりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。あ、飛んでまいりました。ありがとうございます。さて、今週はあちこち東京日帰りから鳥取へ行きまして、そしてまた東京、昨日もまた伊丹から羽田に飛んでまいりました。日本尊厳死協会というところの関西支部で理事をさせていただきまして、そういったことで、今日も実は大阪の方で講演会があって、うちのスタッフが撮影に行ってるんですけれど、本部の方にご挨拶と、今後のことの打ち合わせというのと、それからアンテリジャンの仕事の方での、営業活動といいますか、そういったことで東京へ参りまして、で昨日は、小雨降ってたんですけど、銀座へ行ってまいりました。はい、北新地と並ぶといったら、それは失礼ですが、東京銀座、の高架下へ行ってまいりまして、本星の佐藤誠さん、木原事件の追及で、ちょうど今日7月13日、去年の7月13日、週刊文春の記者から佐藤誠さんに連絡があって、今日で今丸1年なんですね。で、銀座でおっさん2人が待ち合わせをいたしまして、これまでも電話でのお話とか、メッセージのやり取りというのはあったんですけれども、初めてお会いしまして、でかいですねっていう、198億回目のやり取りからですね、銀座の高架下の本当に庶民的なお店をはしごいたしまして、皆さん、佐藤誠さんってどんなイメージです？警視庁捜査一課強行犯係ですから、殺人とか強盗とか両方合わせた強盗殺人とか、そんなんを扱うわけですね。で、木原事件も再捜査の時に切り札として投入された人ですよね。めっちゃ怖い人だと思うでしょう。本星なんかに出てる写真、これですよね。めっちゃ怖い人のイメージでしょ。厳しい人っていう感じでしょ。もうやってへんことでもやりましたって自供してしまいそうな感じでしょ。ね、そんな感じでしょ。おたらびっくりするほど優しい顔だったんですよ。いや、顔はこれですよ。これ作られたもんじゃないんですよ。この顔なんですけども、どう言ったらいいかな。よく見ると、これは週刊文春が撮ってくれはったやつで、その本星の連載とか木原事件を追及するための厳しい元刑事としての表情をプロのカメラマンがプロの照明で撮ってるもんですから、それはこうなるんですけども、目のとこ見てください。垂れ目でしょ。そうなんですよ。もちろん厳しい刑事としての表情が垣間見える時もありますよ。そんなデレデレしたおっちゃんじゃないんですけど、太田印象はほんまに違って、そうですね、テレビで見てんのとほんまにはお会いするのとはまた印象違いますねっていうタレントさんとかはよくいらっしゃると思うんですけど、佐藤誠さんは本当に会うたらその表情が、もう現役離れてるっていうこともあると思いますよ。
現役の時とはまた違うとは思いますけど、めっちゃ優しい、そのギャップにびっくりいたしましたですね。で、まあ、もちろん共通の話題といえば木原事件のことでありますので、細かいことは私は今ここでは申し上げませんけれど、その話はもちろんしております。うん、また いずれ佐藤さんは、今日も小川さんのところの YouTube にも出はるって言ってたし、月曜日は金子さんのところにも出はるということで、はい、私はまあ今回初めてお会いする、直接お会いするということなので、もうあえて写真撮ってくださいとかそういうこともせず、まあ、また機会あればお話伺わせてくださいねって、まあ、東京来たらまた行きましょうねって言って、一見ちょっと満員で入れなかった店があったんで、次はそこ行きたいなと思ってますけども、うん、そうそうそう、もう一つプチ情報、まあ、僕はまあ生ビール2杯飲んで、あと焼酎のロックを飲んで、まあ、ガンガン飲んでたんですけど、佐藤誠さん、まあ、警察の人って基本的に、まあ、めっちゃ飲む人多くて、まあ、まあ飲みすぎていろいろ問題を起こす人もありますけど、まあ、やっぱりね厳しい世界で時間も長時間なんで、飲んでストレス発散する人、それも致し方ないことだと思うんですけど、それは、まあ、マスメディアにいる人間もそういう人多いんで分かりますが、何頼むんかなと思ったら、薄い梅酒サワー、そうなんですよそうなんですよまあまあ全く飲まないということじゃないんですが、薄い梅酒シャワー、梅酒サワーで、十分だそうでありまして、まあこれから喋ろうということをもうチャットで先に書くっていう、こういうのはもう落語の、オチを先に言うとか、このネタやっていうことを大声で叫ぶマニアと一緒ですので、たしなみとしてやめといていただきたいなと思いますけれども、ほんまに途中からウーロン茶になってましたからね、ほんまおっちゃんでした。ただ木原事件、その通期長官とかたちを許せないんだっていう熱い思いは共有をしておりまして、まあもちろん立場は全然違いますけれども、何ですかね、もうこのことにはもうそれこそ、命を懸けてやるんだっていう決意をニコニコと、お話でありました。再会を約束して昨日銀座でお別れをしております。まあ、事件については、まあ、また改めてやりましょうね。まあいろんな情報を総合すると、大体、まあ、文春ももちろん厳しく書いてますが、書けてないところも当然あるかと思いますし、皆さんが思ってはる、こんなんやったんちゃうかなっていうこと、そういうことなんでしょうね、だと思いますわ僕も、この1年なりますけどね、見ててね、ということは、まあその奥に何があったのかっていうところ、まあそこまで含めてお話しできるところが、日が来たらいいなというふうに思っております。佐藤さん、またお会いいたしましょう。どうぞよろしくお願いいたします。時刻は9時3分です。さて、今日は東京新聞を買ってまいりました。まあ、これは他の新聞もそうなんでしょうが、防衛省の処分というのを大きく取り上げております。こちらが東京新聞、望月磯子さんの東京新聞であります。なんと一部120円だったかな、はい、朝刊が120円、夕刊50円、月決めで3700円なんで、まあそうですね、産経新聞も今は大阪でも値上がりして140円ですか、読売が150円、毎日160円、朝日180円
日経が200円と、高知新聞も200円でしたかね。そんな中では大阪日日新聞はなくなってしまいましたけども、日刊誌としては、まあ、東京新聞、そういう意味で、偏ってるとも思われてますし、まあ、実際そういうところありますが、お安いのはお安い、でこの問題がトップで、兵庫県、今日タイトルにしております兵庫県副知事辞職表明ということで、知事が続投ということについてはさすがに比較的大きく取り上げております。まあ、これについては後ほどお話をいたします。ただ、まあ、僕はそのニュース本筋としてはまあ、トピックスみたいな扱いになっちゃうんでしょうけど、一つこれだけお話ししておこうかなと思います。バイデン大統領につきましては年取ってきてちょっと認知の問題もあるんじゃないか、健康上の問題あって、まあ、走れとは言いませんが歩くのもよろよろしてるっていう中でですね、トランプ前大統領との討論会でも衰えがもう隠せない状況でありました。 NATO 北大西洋条約機構首脳会議最終日、壇上に上がりまして、そこにはウクライナのゼレンスキー大統領も来ておりました。ロシアに対抗する勢力の首脳会談であります。この戦争でロシアが勝つことはない、ウクライナが勝利するんだと言いまして、バイデン大統領、その後別の人が登場をして演説をすることになっていたんですね。決断力と勇気のあるウクライナの大統領に引き継ぎたいと思います。プーチン大統領です。そうですね、お笑いの舞台でもどうでしょう、NGK でこういうネタはないでしょうね、松竹もないでしょうね、どうですか、ミニシアターみたいなところで新人が出てきてこんなボケをかましても誰もくすりとも笑わないっていう、でプーチン大統領ですって呼ばれて出てくるバイデン大統領、そんなボケかまされてどう答えていっていいか分かんないですよね。まあ、もともと俳優でそういう意味ではタレント性とかテレビの世界での瞬発力はある人だと思いますけれども、バイデン大統領出てきまして、プーチン大統領ですか、あ、いや、プーチンを倒すゼレンスキー大統領でございます。プーチンを打ち負かすことに集中しすぎておりましたと、まあなんとかフォローしようとしてるんですがフォローになってないですよね。そうなんですよ、今日のテーマはこのフォローになってないっていうことですね。大きなキーポイントが見えてまいりました、今喋りながらですが。ゼレンスキー大統領一瞬顔をこわばらせたまま慌ててそれを訂正いたしました。ゼレンスキー大統領、私の方がプーチンよりもええ人です。まあまあ なんとかせなバイデン大統領、いやーもちろんあなたの方がいい人です、はるかにいい人ですというふうに言いました。自分がどこまで間違っているのかを認知していたのでありましょうか。これに対して NATO の他の首脳たち、まあ心の底ではもう勘弁してくれよっていうことだと思うんですが、ドイツのショルツ首相、いや言い間違いは起こりますよ、よく見ていればみんなやってます。フランスマクロン大統領、いやみんな言い訳はしますよ、私もしたことがある、シルブプレーとダンケシェーンと、まあ、言ったそうですね。その演説の後記者会見で記者が聞きました。ミスタープレジデント、先ほどゼレンスキー大統領とプーチン大統領を言い間違えたことについてですが、バイデン大統領は言い間違いを指摘する質問を笑い飛ばし、そしてバイデン大統領、これ以上成功した会議を見たことありますか、プーチンの話をしてたんでプーチンと言ってしまったんですよ。はい、
なんか質問と答えが噛み合わないどこかの東京都知事選挙の候補者や現職のようですね。ただ東京都知事は、まあ、超単位のお金の差配をしますけれど、戦争するかやめるかっていうことは持ってないんで、まだマシなんですが、彼らは核兵器のボタンまで持ってる人ですからね。で、もう一つ間違いをしました。彼女が大統領にふさわしくないと考えていたら、私はトランプ副大統領を副大統領に選ぶことはなかったでしょうと、ハリス副大統領のことを、ハリスさんのことをトランプと言ってしまいました。しかも大統領ではなく副大統領。それもトランプさんの側はそれからかいますよね。何やってんねんと。まあバイデンさんがなんぼ言おうがもう出られないという流れは作られるでしょう。片山副知事が責任を取って辞めたからといって斉藤知事が辞めなくていいというわけではないように、結局ゼレンスキーさんがフォローしようとしましたが、それはフォローにはなっていませんし、片山副知事は職を落として、守ろうとしてるわけじゃないと言ってましたけどもね、結局斉藤知事が辞めるのも時間の問題だろうと私は思うんですが、国会議員の場合は週末地元に帰りまして、東京でいろいろと問題が報じられたとしましても、いや辞めませんと言っていても、土曜日曜支持者のいる地元へ帰りますと、もうあかんで、次あんた通れへんねんから今潔くやめといた方がええでって言われて、週明けに辞めるっていうことが多いんですけど、ああでもこれも神戸ですからね、森山文科大臣とか何回も週末帰ってきてはりますが、まだ辞めてないもんな。今はもうそんなんなくなったんかもしれませんね。しかし話戻しますが、アメリカがくしゃみをすれば日本は風邪をひきますので、で次の大統領がどうなるのか、もしトラとかって言ってる場合じゃないとい う, バイデン大統領がその大統領選挙から撤退ということを言うのはもう間もなくであろうということについては、ちょっとその笑い話トピックスとして取り上げるんじゃなくって、ストレートニュースの割に大きいところに持ってこなあかんだろうなと、だから出てきたことで海上自衛隊の問題とかが取り上げられるのは分かるんですけど、どっちかというとそういうことを言ってる場合じゃないだろうなという取り上げ方を私はしようと思っております。では これは何ですか、はい、NTT ドコモからの連絡でしたね。はい、失礼いたしました。では本日のタイトルにしております、兵庫県の知事副知事の問題についてお話をしてまいります。時刻は9時13分です。東京新聞でも割に大きく2面で取り上げております。片山副知事が昨日辞意を表明し、そして、辞職願いを、県知事に出したということはもう皆さんご案内のことかと思います。そしてそれを受けても斉藤知事は辞めないというふうに言った問題について私なりの違和感をお話をしてまいります。ではまず、共に1時間以上の会見になっておりますので、そのまま流しますとこれだけで午前中時間が終わってしまいますので、一部抜粋してお話をさせていただきますが、片山副知事の昨日行われました11時から行われる予定でした会見、その冒頭の部分からまずお伝えをしてまいります。お聞きください。片山副知事もクールビズなんですね。そうなんですよ。
ネクタイはせずに出てまいりました。冒頭記者たちが多くいるところの前に立って一言言って、その後着席をしております。ではお聞きいただきます。昨日の片山副知事辞任しますという会見の内容の冒頭部分でございます。午前11時から始まりました。フラッシュがたかれております。はじめに片山副知事からコメントをさせていただきまして、その後質疑応答に移りたいと思います。それでは片山副知事、よろしくお願いします。兵庫県の副知事の片山です。昨日斉藤知事に私から副知事を辞めたいとお伝えし、本日7月末をもって退職するとの辞表を提出する予定でございます。では失礼して座って説明させていただきます。一応手元に原稿資料を用意してあります。ちょっと笑顔が出たりしています。淡々とという感じですね。退職を申し出る意向は2つあります。文書事案がこの3月末から取り出されて以来、3ヶ月にわたり県政に様々な影響が出ております。県政の停滞や混乱を招いたことに対する県民への皆さんの責任を重く受け止め、企業でいう経営者たる特別職の誰かが責任を取らなければならないと考えたところであります。県政の混乱の引き金は文書事案でありますが、その根本は県の経営者たる特別職が県議会や議会との十分な信頼関係を築くことができなかったことにあると感じております。県議会からは県立大学の授業料無償化や県庁舎問題などについて厳しい指摘をいただいています。知事と職員の間は残念ながら距離があると言わざるを得なかったと思っています。副知事として知事を補佐し、県庁内県庁外と調整に進めてまいりましたが、力及ばなかったことの責任を痛感しているところでございます。二つ目は、白状委員会で証言を行うなど、職員の皆さんに大きな負担をかけることとなっていることへの責任です。白状委員会の設置は議会の判断で、それに従うこととなりますが、証言等で大きな精神的ストレスは計り知れません。また職員の皆さんの間で疑心暗鬼が生じ、こうした溝は容易に埋まらないのではないかと考えています。長く県庁で人事管理に携わってきた身として、こうした事態を招き職員の皆さんに大きな負担をお願いすることになった責任は大きいと思っています。以上が2つの理由であります。追加的に説明を2つさせていただきます。6月上旬の県議会が始まった頃も辞任の考えがありました。そして6月10日の県議会で私の辞任と引き換えに白状委員会の設置は第三者委員会を待って対応していただきたいと県議会にお願いしたとのことが議論になった時、この時皆様方に事態は変化し、今は任期いっぱい務めるということという原則に立ち返っていると説明させていただいたと覚えております。それが1ヶ月後の今日再び辞任するということになったことについてでありますが、最近は先ほど述べた通り県政の停滞に対し誰かが責任を取らなければいけないとの思いが強くなり、先週には取材に来られた一部の記者さんには辞任の意向をお伝えしていたところでございます。斉藤県政を支えた3年間を振り返りますと、斉藤知事の下で、前半というか当初の頃はですね、新型コロナ対応を全力で行ってきました。そしてフィールドパビリオン、公民連携、スポーツを生かした地域振興、
奨学金の返済支援などによる若者定着などに取り組んでまいりました。知事のリーダーシップのもと、こうした施策は一定の評価をいただいていると思います。これからすると、先ほど述べましたように任期いっぱい務めるというのは私の使命ではないかと思い悩んだところでありますが、しかしここまで県政の停滞と混乱が続いた以上、副知事が責任を取って退任すべきであると判断したところでございます。当初の私の説明は以上でございます。それではご質問をお聞きします。ご質問に対しましては、はい、まず冒頭部分を聞いていただきました。ジャケットなしでノーネクタイっていうのは、まあ今クールビズだからということなんでしょうけれど、知事がそうなのでということで、辞任しますという会見の時も片山副知事は、ワイシャツにネクタイなし、ジャケットなしの姿でありました。まあ、せめてもということで、私ボタンダウンのものではありますが、グレーのシャツを今日着てみました。まあ、どうなんでしょう。クールビズですが、まあ別にその世間体というか、テレビ映りを考えろという意味ではなくて、まあ、どうなんかなという気のするあのお二人でございます。知事が続投なんだから、昨日と同じように、ワイシャツのネクタイで行くとしても、もう自分は辞意を表明するというんであれば、まあ、その責任を取った衣装というのも、まあこれはあってしかるべきなんかなと私はまあ思いますけれどもね。まあ、ちなみに今回の出張はスーツで来ております。なぜかというと、日本尊厳死協会の本部へのご挨拶でありますし、もう一つの営業先の方もご紹介いただいて初めてお会いする方でありますので、ジャケットは着ていきました。まあそのぐらいの常識は僕にでもあるんですけれど、で、まあ、この後ニュースで取り上げられているその涙を流すシーンを聞いていただくんですが、まあ、途中渡瀬さんの名前も出ています。渡瀬さんという名前も出して会見では話をしているんですが、前の西有馬県民局長、それをまあ解任したわけでありまして、さらに、停職3ヶ月という重い懲戒処分を課したと。で、今回のその辞職に至ったことについては、誰かが責任を取らないといかん、で特別職の一人として、まあ、副知事は二人いるんですが、自分が責任を取って、まあ、後で言いますけど知事の責任の身代わりになるということを言っているわけではありませんが、副知事として知事を支えられなかったという特別職、会社でいう経営者の一人として誰かが責任を取らないといかん、だから自分が辞めたんだと、辞めるんだと。で、まあ、百条委員会は渡瀬さんが生きていればの展開とは当然変わっちゃうんですけれど、元副知事としてちゃんと出ますっていうことは言っているので、百条委員会から逃れようということでないのは分かるんですけれども、信頼関係が作れなかった、距離があったっていうこと、そして職員に対して百条委員会で、まあ、負担をかけてしまうということ、まあ、この2つを理由に挙げていました。あの渡瀬さんに対する謝罪はないっていうところです。この後知事の発言にもそういうところがあるんですが、渡瀬さんには謝っていないんですね。で、渡瀬さん一人がパワハラを受けたわけじゃないんですけれど、そもそもその信頼関係が作れなくて距離があった理由は何なのかというと、もうそう、信頼関係を再構築って、再構築なんてないんですよ。そもそも信頼はなかったんですが、信頼関係が作れなかった責任を取って
副知事を辞めるって言うんですが、信頼関係が作れなかったのの理由は、そのパワハラ体質であったり、人事を恣意的に行って疎んじている奴らを放り出したりとかしているあなたたちの県政の根っこのところが腐ってたから信頼関係が作れなかったという話であって、今回文書が出てきたことによる問題ではない、その文書が出てくる前提となっているところが問題なんだっていう話を言ってるんですが、彼らはそうは思ってない。この文書が出てきて、それでそれを単なる人事案件だと思って、淡々と処理してて、年度が変わってえらい大きいことになっちゃったんですっていう捉え方なんですね。で、その百条委員会を開いてそれに協力せなあかんとかっていうことで職員に大きな負担をかけてしまったっていうことの責任も取るって言って辞めるって言ってるんですが、百条委員会が作られることになった原因が何なのかっていうところですね。それがあなたたちのやってたパワハラ、むちゃくちゃな県政、まだ斉藤知事がそれを続けようとしている、そんな体質の兵庫県政があるからこそ百条委員会が作られるというハメになっちゃったわけなんで、百条委員会ができて職員が協力せなあかんという負担を誤る前に、百条委員会がなぜ作られなければならなかったのかということを彼は話さないんですよ。話してないんですね。この時点で、まあ、涙の話が、まあ、この後お聞きいただきますが、もうその内向きな話なんですよ。結局渡瀬さんという職をかけて、そして最終的に命をかけて訴えようとした人のその訴えの内容ではなく、その処理が間違ってました、どうもすいませんでしたって言ってるだけのことなんですね。で、もう一つこれはマスメディアとも絡んでくるところで、みんなあんまり気にしていないのかもしれないんですけど、私の違和感ちょっと聞いていただけますか。昨日ね、僕4回副知事が、知事に辞任しましょうと、一緒に辞任しましょうと、まあ、昨日の会見で言うと6月の議会の時にその辞任の考えというのを持ったと。で、6月10日の段階で百条委員会をやめてくれと、第三者委員会にしてくれへんかって言ったっていう話なんですけど、知事に4回、辞職しましょうと言ったっていうふうに僕昨日まずお伝えしましたよね。でもその後5回になってるんですね。で、ここ大めちゃくちゃ大事なとこなんですけど、昨日神戸新聞がスクープした段階で片山副知事は4回言ったって言ってたんですよ。で5回になったんですね。わかります？で、最終的にそのだから一昨日になるのかな、昨日の今の会見は昨日ですから、一昨日知事に辞めますということを言いに行きましたと、ね、で知事は、まあ、最初慰留したけど分かりましたと、で片山さんには大変お世話になりました、で一緒に辞めましょうと言ったと。でそれが5回目だと。それが5回目で、そこまで4回だったんですね。で昨日の神戸新聞の話の段階では、最初出てきた時は4回で出てるんですよ。でいつの間にか5回になってるんですね。でというのは、片山さんが昨日の会見で、昨日の会見の一昨日の段階でもう1回入れたから、それまでに4回で、で5回目だったと言ったんですね。で神戸新聞が昨日一面で大きくスクープしましたよね、片山副知事が辞めるっていうことを。もうそれはスクープですわ。じゃあいいんですけど、その段階では4回やの5回やのっていうことは、まだ片山副知事は会見では言ってなかったんですよ。わかります？
記者会見というどのメディアも入ってて、場合によっては YouTube で私も全体を見られる中で4回やの5回やのっていう話はなかったんです。昨日の会見で初めて一昨日もう1回言って、それまでに4回言ってたから合わせて5回、片山副知事から斉藤知事に知事も辞めませんかって言ったっていうことなんですね。ということは神戸新聞は昨日の会見を待たずに知ってたっていうことです。片山副知事が4回知事に辞めましょうって言ったっていうことを神戸新聞は知ってたってことです。神戸新聞だけじゃないかもしれません。実はさらっと流されてますが、取材に来た記者には先週の段階で辞めますということを言っていたって言ったんです。神戸新聞キム記者ですかね、何人か担当記者がいて、幹事社としての最初の質問をしたりしています。キム記者なのかどうかは分かりませんが、県庁に張り付いている神戸新聞、それは言ったって朝日新聞やその全国紙に比べたら地元ですから一番業さんの記者を張り付けてるんだと思うんですけれど、取材体制は一番熱いものを持っているところだと思うんですけど、熱いっていうのは人数が多いという意味ですよ、熱気ではなくて。でね、もうほんまにこの重箱の隅つくようで恐縮なんですが、片山副知事は先週には取材に来た記者に辞めますって言ってましたって言ってたんですよ。それが神戸新聞一社のことなのか、他の記者も一緒に来てたのか、時間差を置いて複数の社の記者に言ったのかわからないですが、昨日のスクープを神戸新聞がしているということは、少なくとも神戸新聞はその時にいたと私は推定します。神戸新聞の少なくとも記者は先週の段階で片山副知事が G を持っているっていうことを聞いているわけですね。皆さんお分かりのようにですね、渡瀬さんは7月の7日に亡くなってるんですね。先週の日曜日です。前の日曜日です。今日土曜日ですから、まだ1週間経ってないですね。この間の日曜日に亡くなってるんです。片山副知事は先週取材に来た記者にはもう辞めますって言いましたって、で神戸新聞にその段階で4回知事にも辞めろって言ってたって、で今日が土曜日ですから木曜日に辞めますっていうことを言いに行った時にもう一回入れて、つまり渡瀬さんが死んでしまった後にもう一回一緒に辞めましょうって言って合わせて5回になったっていうんです。わかりますか、話ややこしくてすいません。つまり渡瀬さんが自ら命を絶つ前に片山副知事はもうやめようと思っていたし、まあそれはまあ遡ればもう6月の議会が始まった時からっていうことなんですけれども、もうこの先週の段階で G を固めていたっていうことです。で G を固めていて、そのことを神戸新聞の記者、まあ他の新聞社も入ってたかもしれませんが、少なくともスクープした神戸新聞の記者は知っていたということです。記者だけが聞いて、そのメモを県庁の記者クラブのキャップに伝えないということは考えにくいですね。本社、まあ言ったって、まあ県庁と神戸新聞社なんて数キロの話ですから、本社のデスクも知らなかったとは思えない。あるいは別のルートで片山副知事がもう G を固めてるでっていうことは神戸新聞は知っていたはずです。
でそれも周りからこうはでって言われて裏の取れない話ではなくって本人が言ったって言ってるんですから、片山副知事が自分で取材に来た記者に先週の段階、つまり渡瀬さんが自ら命を絶とうと思った、そして実行したその前に、先週っていうのが7月の5日なのか4日なのかもっと前なのか分かんないですけど、7月7日の東京都知事選挙が行われるその日よりももっと前に遡って、神戸新聞の記者は片山副知事が辞意を固めているっていう情報を握っていて本人から聞いてるんだから、斉藤知事がどう言うかっていうことの取材も必要でしょうけれど、少なくとも本人が言っているということを知っているんだから裏は取れてるわけですね。ということはですよ、もうごめんなさい、もうチャット読まないですから、何もうちょっとまあもうあの書いてていただいても結構なんですが、すみません、もうあの、もう読まないようにしても隠しておきます、ごめんなさい。私の話を聞いてくださいね。あなたの推論を聞きたいんじゃないんから。で、ということはですよ、神戸新聞はなぜ書かなかったのかっていうことなんですよ。もちろんいろんな、ニュースを追いかけていく中で、日々秒単位分単位であのスクープを競っているという部分もありますし、タイミングを測って書くっていうことがニュースの中ではあることですよ。それは分かってますよ。それは分かってるんですけれども、今渡瀬さんが自ら死を選んでしまったというこの重大な結果を受けて物事が進んでいる中で、じゃあ先週の段階で神戸新聞が片山副知事辞意を固めていると、もう掴んでるんですから、取材に対してそう話をしたって片山副知事は言ってるんですから、だからそれ分かって、それがキャップへ行ってデスクへ行って編集局長へ行ってっていうところで、神戸新聞はなぜか書かないという判断をしたんですね。でまあまあまあ、そのあなたの憶測はどうでもいいんですけど、まあそれは知事の意向というのがまた別に入ってきてたのかもしれないですけども、しかしそれを知ったことによって、それをその場で書いていたら、その裏が取れてるという段階で、それが何月何日なのか、その取材のプロセスに関わることは一切言いませんとね、人のプロセスはもう何やかんや言うて暴いていくくせに、自分らの都合の悪いことについては一切何も言わないというのが、あの本当にマスコミっていうところの、自分らは強い側によって弱いもののところは突き込んでいくけど、自分らが何を言ってこられても何も言わないっていう、もう まるでマスコミと小池百合子は同じ体質ですよね。絶対言わないと思うんです。神戸新聞はなぜ批判文というのを いつの間にか告発文っていう名前に変えたのか、そしてその前の記事を削除したのかっていうことについて、絶対自分らの黒歴史ですから言わないと思うんですけれど、しかしどっかのタイミングで切り替えてるんですね、やつらは。いや、おかしいと思いません？こんだけ問題になってて、まあそれは別に片山副知事が辞めたからといってこの問題が解決するわけでも何でもなくて、それは斉藤知事の一番の責任だとは思うんですけれど、もしその段階で片山副知事が辞めるってなって、まあ、今回と同じような騒ぎになっていたとするならば、世論も変わってましたよね。ヨンチャンテレビで山広さんが副知事のなんか言ったっていうのがスポニチに出てたりしましたけど、あの僕ヨンチャンテレビをずっと見てるわけじゃないですけど、じゃあ渡瀬さんが亡くなる前にお前らどれだけやってたんやと思うんですよ。渡瀬さんが亡くなってからやってるでしょ、大抵のところは。ほんで問題だ問題だって言ってますよね。いや、まあ、恥ずかしないなと思いますわ、ヨンチャンテレビも山広さんも。自分がもし言ってたなら別ですよ、もっと前から言ってたなら別ですけど、ああ恥ずかしいと思いますわ。でもこれがもう一回話戻しますけど、神戸新聞が片山副知事が辞める気でいるんだっていうことを本人から聞いて、それを記事にしてたら、ひょっとしたら
まあ、斉藤さんもそれにつられて辞めるのか、あるいは非難の声がこれだけ大きくなって、よっしゃ、俺の出した告発文が今のところまだ停職3ヶ月ということになっているけれど、この後百条委員会や含めてなんやかんやっていうことが進んでいく中で、別に俺は正義のヒーローになりたいと思ってあんな文章を書いたわけではない、ただただ後輩たち兵庫県を良くするためにこれは間違っているというふうに出した、それが一つ片山副知事の辞任という形で突破口が開いたんだ、さあここからがいよいよだっていうふうに渡瀬さんが思ったとしたら、僕は渡瀬さんが死を選んでいなかったのではないかと思うっていう話なんです。ここが一番言いたかったところなんですね。だからまあ責任の問題とか副知事としてのどうのとか、まあ今日も多分新聞にやが取り上げられてるのはそういうところでしょうし、でまあ泣いちゃったんで、僕は泣いちっちなんで、そういう泣いたところはテレビ屋さんとしては使いやすいので、野々村さんがいまだに機関性がないなかったんですよっていうところをこんだけ経っても使われるように、おいしい絵が撮れ高としてあったっていうことで話が進んでいくんですけど、まあ、それは結局片山副知事は辞めるということまで言ったけど、本当の責任を取ろうとしてるんじゃなくて、私さんにちゃんと謝ってもいなくて、謝ってる先は、斉藤知事でしか過ぎないんだっていうことの象徴ではありますけれど、僕は実はその自分から辞めるっていうのはもう先週に言ってたっていうことと、私が昨日処方の段階で4回と言ってた知事に対しての一緒に辞めましょうっていうのが、さらっと昨日の会見で5回っていうふうに変わってたっていう、そこがピュッとこうひっついて、ちょっとややこしい話で理解力のない人には理解してもらえないんだと思うんですけど、で説明するには時間がかかる話なんですが、僕はまあメディアのいろんな共犯関係っていうのは各社あるかとは思うんですけれど、地元紙としての神戸新聞がなぜ片山副知事の辞意を先週聞いていた段階で、渡瀬さんが亡くなる前に聞いていたのにもかかわらず書かないで、実際そのことが渡瀬さんをの死を防げなかったという認識が神戸新聞にあるかどうかっていうところが、実は、まあ、政治家としての斉藤っていう人間の適性は僕はないと思いますけど、 あの根本の問題であるように、神戸新聞がマスメディアとしてその弱い者の掲げている正義に立つのか、それともそれこそ子会社を通じた利権構造、そこへの忖度の上に立っている神戸新聞なのかっていう、そこの根本的な信頼を失墜しているんではないかという話でございます。ではもう一つその泣いたところを聞いていただきましょうか。ちょっとその前のところから聞いていただかんと、泣いてるところだけだとちょっと意味が分からへんかなと思うんで、少し前のところから聞いていただきます。どうぞ。結果として亡くなってしまったということで、はいはい、これまでのその片山さんも関わってこられたその一連の件の対応で、はい、こうしておけばよかったらよかったんじゃないか、うん、多分そういうところがあったんじゃないかと、何もなければ片山さんは死ぬことはなかったと思うのですけれども、そこは片山さんはどう思われますか。そうですね、やはりご指摘は非常にこの物事、私は一番最初は人事管理上の事案であるというふうに考えておりました。まあ、一人の職員がいろんな文書を出したということですが、途中から新年度に入ってから非常に
大きな課題に展開してきたということが、私の想定を上回る展開になったことについては、そういうことに十分に対応できなかったことが、もう悔やまれて仕方ありません。どこが十分な対応ができてないのか。やはり初期の初動とかそういうようなことについて、基本的には人事管理上の通常のラインでの動きだというふうに考えていたということだったと思いますので、こうした大きな問題になるということはですね、やはり我々特別職の方がもっとよく認識する必要があったのではないかと思っております。精神的な百条院の承認にもなるということで、はい、精神的な負担が相当大きかったというところにもう少し思いを致せばよかった。それも一つあります。ですから、百条院は何十年ぶりに設定されるということでございまして、やはり、承認の関門ということになりましたら、私ども特別職はともかくといたしまして、一般の職員に対しては非常に大きな負担になることは容易に想像されますので、一番最初に述べましたように、やっぱり職員に対する負担というのは大きいものがある。このことを招いてしまったということについての責任は私の方にあると思っております。はい、はい、これまで5回にわたって知事に、はい、その辞職を、はい、提案されて、知事は拒否されていますけども、はい、改めて今日に至って、片山さんが、代わりに今辞任して相手の責任を取るということなんですけど、はい、改めて今日に至って知事が辞職されていったことが、はい、そこについてのことになります。はい、まず質問に対して2つちょっと言わせてください。まず知事は拒否やなくて、私はそれ知事の考えを述べられたというふうに思っておりまして、先ほど来からずっと説明しておりますが、政治家の出処進退は本人が決めると思いますので、私が言って断るということにはならなくて、ご自分でお決めになることだと常々思っております。このことになります。その点だけはちょっと私はですから、それから、はい、それから説明しましたのは、辞めるべきかどうかというのは、これは私が決めることではありませんので、やはり私は進言はいたしますが、知事ご本人がお決めになることだということで、常々ずっと思っております。ただ、今の状況では、誰かが、やはり特別職の誰かが責任を取らなければいけない事態であるというのが私の強い信念でありますので、そこでもう一つ訂正というか、私の考えを述べさせていただきますと、私は知事の代わりに辞めるのはなくて、副知事としての責任を取って辞めるということでお願いしたいと思います。以上です。はい、今の話からすると、はい、代わりではないとは分かりませんけれども、はいはい、ただ特別職に誰かが責任を取るべきかなというお考えということは、はい、やはりそれはやっぱり本来であれば知事のトップとしての責任を取るべきではないかなというふうに聞こえるんですか。はい、それで私は進言をする必要はあるとは思いますが、やはりそれは判断はもう知事が行うべきものということはずっと思っておりまして、私は副知事としての責任を取らせていただきたいと思っております。はい、はい、NHK の角田です。はい、知事に口頭で伝えたとおっしゃったことなんですけども、はい、口頭で伝えたときに知事はどう答えたか、はい、その知事の言葉そのものを教えていただけますか。そのものですか。はい、そのまんまの言葉を。ですね、まず遺留というような感じ、当然ですけど最初は遺留ですよね。片山さんと任期いっぱい一緒に仕事をしたいとおっしゃいました。一緒に仕事をしてくれということですよね。そういうことだったので、ただ私は先ほど来から申し上げてますように、やはりここは誰かが責任を取らなければいけないと思っているので、自分が責任を取らせていただきたいと、このように強く申し上げました。それは私の信念として変わりないということを申し上げました。そうしましたら、知事はちょっとお考えになったような感じがありましたけども、この3年間片山府知事は大変お世話になったと頭を下げられまして、私も本当に大変申し上げる、なんで知事を支えられなかったのですね。ありがとう、悔しいでしゃあないですよ。自分の能力がもうなかったとこのように思っております。一生懸命やってる知事をなんで支えられなかったと。確かに知事のいろいろもう課題はあります。大変失礼しました。その点はもう謝りますが、やはり支えることができなかった自分に対する非常に強い自責の念がございます。以上です。はい、それでと答える
を受けて、はい、今は、はい、ぜひどうしてほしいか、今の思いはどうですか。やっぱりですね、今はもう知事はご自分の判断で職務を全うするというふうにおっしゃっておられました。まあ、それに基づいて行動されるということで、それを先日の記者会見の時にも明示されておられましたので、それに基づいて動かれるということがご自分の判断ではないかと思っております。先ほど知事の責任というようなことがありました、はい、で知事にも責任あるというようなお考えではないかと思うので、その点をどうしてほしいとか言うことは。なるほど、分かりました。まあ、知事にも責任ということですね。私は知事は基本的には政策遂行能力はきっちりおやりになれる方だと思っております。ただ私は2つちょっとですね、どうですかね、課題があったのかなと思っております。それは1つは知事のやっぱコミュニケーション能力のことだと思っております。このことは前から知事がずっと職員とのコミュニケーション能力についてやはり課題があったのではないかと、このように記者会見でもおっしゃっておられましたけども、まあ、このことで、そのことにつきましては私も非常に反省しておりまして、知事と職員との間にですねもっと入らなきゃいけなかったと、このように思っています。やっぱり知事は職員との関係が3年前に知事になられましたから関係が薄いということです。このことはよく皆さん方とも意見を交わされておって議論されてるんじゃないかと思いますが、私は副知事としましてですね、もう一個コミュニケーション能力のところでもう一個課題があったんではないかと思っております。それは政務を補佐している副知事の立場ということもあって、一定政務的なこともあるんですけれども、国会や県議会の議員の先生方とのコミュニケーションの同じコミュニケーション能力ですよ、そのことについてもですね、ちょっとやや不足ないし課題があった。このことが現在の混乱を招いているんだと思います。当然ですが政務面ではこうした議員の皆さんとの関係、私も間に入って頑張ってやったつもりではありますが、この議員の先生方との関係はやっぱり知事がトップとしてやる関係が大きい。しかもプラスしてですね、個人的な関係であるということは必要ではないかと思っております。この点が構築できなかった、そしてそれが今回の混乱の元になったのではないかと思っております。例えば県立大学の授業料の無償化において県議会とのなかなかうまくいかなかった。それが先ほど私がちょっといろいろと課題申し上げましたが、百条委員会の設置の前に私がいろいろと調整していたことがいろいろ出ておりますが、あれは副知事がやったということでございますが、百条委員会、先ほどもご質問ございましたが、百条委員会としては大変なものじゃないかということですが、そうであるならば知事自らがご出馬されるということも一つあったのではないかなと、このように思っている。このコミュニケーションの問題が一つ。二つ目がですね、知事の瞬間的な対応というふうなことではないかと思うんですが、これちょっとなかなか何きちっとした言葉で言いにくいんですけど、まあ、最初が肝心に対する対応とかそういうことでして、今回のことで皆さん方といろいろとお話になっております嘘800という言葉でございます。やはりこの初期対応の肝心かことがちょっとそういうことがうまくできなかった、できていないのではないかと。で嘘800という言葉が出た時、人事当局は一切このような言葉を使っておりませんでした。それでその知事がそういうことをおっしゃられたんで、ちょっと私もその聞いた後で聞いた時違和感ありましたですけども、そのことでやはり知事がすぐにお謝りになるとかそういうようなことをされたらですね、非常に良かったのではないかと今となっては思っておりますが、そういうふうな、これがちょっと行き過ぎたとかそういうようなことをおっしゃっておられました。そうだったらすぐに謝られたらとか、すぐにどうしたらとかいうことがされればですね、良かったのではないかというふうなこと、私は知事については課題があると思っているのはこの2つだけでございます。基本的には政策的な執行能力とかそういうな前向きな姿勢については非常に評価しているところでございます。その課題をたくさん抱えている知事に今どうしてほしい、改めてどうしてほしいと。はい、
知事は先日の記者会見でもやっぱりコミュニケーション能力を回復するということに努めるとおっしゃっておられました。このことは十分認識されておると思います。それから県議会、議員の皆様は今日ここで話をするということは当然でございますが、知事にも進言はしているところでございます。そういうことで十分ご留意されることだと思っております。はい、泣いたところの前後を聞いていただきました。まあ、あの会見自体は言っても1時間ぐらいあるものなので、全部あの概要欄に貼り付けてありますので、そちらをお時間ある方は見ていただければと思いますが、コミュニケーション能力の問題についてと、その瞬間的な瞬間湯沸かし器みたいになったところ、嘘800っていう言葉について述べてたんですが、これも僕が思うに、その、まあ、パワハラという言葉に象徴されるような無茶苦茶ぶりですね。権力の乱用というか、俺様は知事なんだ、俺様は県知事に指名された副知事なんだという、こいつら、この一派、この下の局長や部長らもいるわけですが、彼らのやってること、その根本にある腐った考え方というところの問題ではなく、コミュニケーション能力を職員にもっと持てばいい、あるいは議会に対して議員に対してもコミュニケーション能力の問題だとこの片山は言っとるわけですが、それは僕から言わせると、自分らのやってるむちゃくちゃなことをもみ消す能力、まあまあまあって言って抱き込む能力、こっちの水は甘いぞと言って、インナーに入ったらあんたらも美味しい目できるよっていうことをちゃんと伝えられなかったというふうに僕には聞こえます。コミュニケーション能力が不足していると、まあ、片山副知事も斉藤知事も言っているんですが、それは一般的に言うコミュニケーション能力とか、強く叱責しているけどそれはパワハラには当たらないという、そのギリギリの線を狙いとかっていう、そういう話じゃなくって、自分らのやっている権力を自分たちの欲しいままにしてやってることに、に抱き込む能力が足りなかったって言ってる話なので、そもそも間違っていると思います。瞬間的な対応というその嘘800っていう言葉を使ってしまったっていうことも、まあ似たような話でありまして、だから根っこのところはやっぱり全然変わってない、今も変わってないということですね。片山副知事は向かっているのは渡瀬さんをしてかかざるを得ないという気持ちにさせた県職員、周りの迷惑をかけている人たちへの謝罪ではなく、それをいかにうまく処理できなかったのかという自分の能力不足を嘆き、そして、バカ殿様、最後まで支えられなくてすいませんと涙を流したというのがこの会見ですね。であと、まあ、人間ね、1時間も喋ってたらいろんな表情を見せます。特にカメラはその中でも、例えばでこうした瞬間とかでもししたとしたら、その瞬間を狙いますから、まあ、非常に恐ろしい記者会見というのは恐ろしい場ではあるんですけれど、僕が気になったのは、片山副知事が時折うっすら笑みを浮かべてるっていうところなんです。今ちょっと映像は出せないので見ていただけないんですが、時々我が意を得たりという質問であったり、まあ違った質問なんだけど自分の意見をここで述べますねっていう時にうっすら笑みを浮かべてたりするんです。いや、それ1時間の時間の中でいろんな表情は見せてしまうもんでもあるんですけど、これはしばしばその事件や事故について最高責任者が頭を下げる記者会見っていうのがあるわけですけれど、その30分なのか1時間なのかわからないですが、
本気でその件について、そうですね、謝罪の気持ちを持っている人の記者会見を見ていると、そういう緩んだ笑顔は出てこないですですね。これまで数多くの記者会見を、まあ自分も記者会見に行ったこともありますし、質問したりしてることもあるわけですが、本気でごめんなさいと思ってる人の記者会見は、おそらく控え室を出て廊下を歩いてやってきて、会見場に入って、で頭下げたところをフラッシュの光に、お気をつけくださいというテロップが出るほどババババババッとされて、で喋り始めて、やりにくいですけどね、やりにくいですが、みんながもうこっちにレンズ向けてフラッシュババ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 バ浴びせてくる、で喋る、ちょっと言いよどんで、ちょっと表情が変わったなというところで、またシャッターがいっぱい押される、その音が聞こえてくる、っていうのは喋る側にとっては非常なプレッシャーです。でもまあそこ頑張って喋っていく、答えていく、まあ自分の身を守ろうとする部分も含めてやっていく、で質問がなくなりました、あるいは時間ですっていうことで頭下げて、何に対して頭下げてるのか分かんないけども、世間をお騒がせしてというようなことに、とりあえず頭下げといた方がええやろというのもあるでしょうが、そして記者会見場を後にする、周りには身内ばっかりになってたとしても、控え室へ戻るまで、ドアが閉まるまで、本当に反省してる人は笑ったりしないです。で自分の部屋へ戻ったりして、でどっかっと座って、で周りの人が、はあ、副知事お疲れさんでしたって言われても、はあ、しんどかったなとは言わないです。だって反省してるから、反省してるから、本当に心から反省していたら、そこでいや、うまいこといきましたよって、よ、いい記者会見やったと思いますよって言われても、いやーそうかなーっていう気持ちになるもんです。あんな笑顔出てこないんですよ。片山副知事はやっぱり時折なんですが、時折ではあるが、うっすら笑みを浮かべていた時があった、僕はそこを見逃さなかったですね。というのはやっぱり反省してないんでしょう。だってうちは向いてますからね、その反省の向いてる方向は斉藤知事に対する謝罪反省ですからね、我々が求めている謝罪反省ではないということですね。それを受けまして斉藤知事の会見も行われました。こちら、皆さんご承知の通りびっくりするような感じで淡々と続投するというふうに言っております。アーカイブでご覧の方でもう聞くに耐えないと思う方はここ飛ばしていただいて結構でございます。数分間お聞きくださいませ。幹事社の神戸新聞キムです。斉藤知事、片山副知事の辞表は受け取られましたか？はい、先ほど片山副知事から辞表を受け取りました。でその片山副知事の辞職の意向を受けて、改めて斉藤知事ご自身の進退についてお考えを聞かせてください。はい、まずこれまでの状況について、県民の皆様、そして県職員の皆様、すべての皆様に改めて現下の状況になっているということについて大変申し訳ないというふうに思っています。まずは片山副知事に対しまして、約3年間、副知事として、県政をお支えいただいたことに心から感謝を申し上げたいと思っております。コロナ対策はじめさまざまな懸案がある約3年間でした。片山副知事が大変厳しい状況下でのコロナ含めた県政運営に対して誠心誠意全力で
お支えいただいたということを改めて心から御礼を申し上げたいと思いますし、先ほど私からも直接片山副知事に御礼申し上げました。本当にありがとうございます。私としては前回の会見でも申し上げました通り、これから百条委員会第三者委員会などを通じて今回の文書問題に対する対応をしっかりとしていくということ、そして反省すべきところ、改めるべきところをしっかりと反省改めていくということ、さらには県職員の皆様はじめ多くの皆様との信頼関係を再構築していくということ、それによって県政を立て直していくということが私の大きな責任だというふうに思っています。前回の知事選挙で多くの県民の皆さんから本当に大きなご負託をいただきました。これから県政を立て直していくために大変道は厳しく、そして時間はかかるかもしれません。大変時間もかかるかもしれませんし、道は本当に険しいかもしれませんが、県政を前に進めていくということ、そのために全力で力を尽くしていくということが私の責任の果たし方だというふうに考えています。片山副知事は昨日11日にその県政の混乱の責任を取って一緒に辞職しませんかと斉藤知事に進言したということでした。副知事がそのように一緒に辞職しませんかというようなその思いというか重みをどのように受け止められましたか。はい、大変重い言葉だと、そして申し出たというふうに受け止めてます。片山副知事としてはそういう形で責任を取るということがご判断としてありました。それは一つの本当に判断として、尊重させていただきたいというふうに思っています。一方私はやはり先ほど申し上げました通り、これから県政をしっかりと立て直して、いく、そして県職員の皆様はじめ関係者の皆様との信頼関係を再構築していく、そしてコロナ後の新しい県政を改めて作り上げていくということが私の大切な県民の皆さんへの責任の果たし方だと思っています。それをこれからも全力で誠心誠意、大変時間はかかるかもしれませんし、道は本当に厳しい険しいものかもしれませんけども、私なりに全力で県政を前に進めていくということが私自身の責任の取り方だというふうに考えています。片山副知事は7月末で辞職されるということでしたけれども、副知事2人のうち1人が空席と、8月以降空席となるということですが、8月以降の県政運営についてはどのように進められるのかというのと、片山副知事が辞職することで県政運営にどんな影響があると思われますか。はい、まずやはり今まで2人おられた副知事が一人お辞めになるということは、大変県政にとっては大きな影響があるというふうに考えています。これからはもう一人の服部副知事と私が共に県政を前に進めていく、そのために県職員の皆様との信頼関係の再構築、そして一つ一つの仕事を日々前に進めていくということを全力で尽くし果たしていくということが大事で、そのための職員の皆様、特に幹部職員の皆様との思いを共有していくということがこれから大事だというふうに考えています。片山副知事は朝報道陣の取材に対して知事の県政運営について2つ課題を指摘なさいました。1つは職員や県会議員、国会議員とのコミュニケーション能力で、もう1つは瞬間的な対応とおっしゃっていて、今回の文書問題でいうと3月27日の会見で嘘800という言葉が突然出て批判を受けた後も謝罪や撤回をしていないというような、そういう振る舞いのことかと思うんですけれども、そのそれぞれの批判について知事ご自身はどう受け止められましたか。はい、
片山副知事からのご指摘については、私自身も真摯に受け止めたいというふうに考えています。先日の会見でも申し上げましたけども、やはりこれまでの県職員の皆様はじめとするコミュニケーションが不足していたという点は真摯に受け止めなければならないというふうに考えています。ですので、まずは日々の業務から県職員の皆様一人一人のとの接するところから感謝の気持ち、そしてありがとうという言葉であったりとか、そういった話を聞かせていただくということを丁寧にさせていただくということが大事だというふうに考えています。そしてもう一点の、まず今回の文書問題に関する最初の私の発言ですけども、これもかねてよりお伝えさせていただいてますが、最初の私の発言につきましては、文書の内容に明らかに私の当事者として違うということが含まれているので、ああいう表現になりましたけども、表現としては厳しいきつい言い方だったので、今はそこを反省しているというところです。今後はそういった表現についてはしっかり改めていきたいというふうに考えています。はい、東京日本橋のビジネスホテルから今日お届けしております、コモさんの朝刊チェック。今片山副知事の辞職表明会見に続きまして、斉藤知事続投会見の様子を冒頭聞いていただきました。その話の中でも皆さんお気づきのように、まずは片山副知事ありがとうございましたという、本当にありがとうございました、3年半支えてくれてという、これなんですね。いや、わかりますよ。いや、2人の間ならやったらいいと思いますし、三宮か元町のステーキハウスかなんかの奥の個室でお疲れちゃんって言うて、赤いワインでも飲みながらやってくれはってもいいんですけど、この問題の記者会見でまず冒頭、つまりもこのインナーサークルの中での持ちつ持たれつ、まあどうですかね、逆に言うとマスコミや県民に知られたくないことをお互い握ってるからの門同士の、心にもないエールの送り方なのかもしれないですけれども、まずそこです。で、神戸新聞幹事社のキム記者、言わないですね。人が亡くなってるんですよ、人一人、いや二人、職員が自ら命を絶ってるんですよ、それを受けてそんなこと言ってるんですかとは神戸新聞聞かない、キム記者は聞かないですね。そういう認識には立っていない。二人いる副知事のうち一人がいなくなるんですが、一人の後どうされますか。いやいや、もう何聞いてんねんちゅう話でね、もうそれはもう頑張りますって言うしかないですわね。バッターボックスに入った時はどんな気持ちでしたか、三振してもいいわって思って、いやホームラン打とうと思いましたって言いますわな、もう何聞いてまんねんちゅう話ですけどね。で、真摯に受け止めます、しっかりと対応します、反省すべき点は反省して、信頼を再構築して県政を立て直します。この5項目、真摯に受け止め、しっかり対応し、反省すべき点は反省し、信頼を再構築し、県政を立て直す、これのループです。これをぐるぐる回しております。さあ皆さんもご一緒に、真摯に対応し受け止め、しっかりと対応し、反省すべき点を反省し、信頼を再構築し、県政を立て直す。はい、経営者の方なら真摯に受け止め、しっかりと対応し、反省すべき点は反省し、信頼を再構築し、経営を立て直す。はい、ここだけ変えていただければどんなところでも使えますね。謝罪はありません。渡瀬さんに対してのごめんなさいはない。
ということであります。でまあまあチャットもコメントもきっとやめろやめろの大合唱で、なんとかすべきすべきべきべきって書いて、まあそれであなたの気持ちが収まるなら便所の壁に書いといてと思うわけですけど、まあもうそれはやめなあかんと思うんですが、それをこう裸に言ったからって言って何も変わるわけではありません。でもう一つ、まあこの件についてはその意見が割れてるというよりは、まあそれはやっぱり斉藤憲政に問題があるだろうという人がほとんどなんですが、中にはやっぱり僕は1000人に1人の気違いというふうに言いますが、やっぱりいてはんねんなというのがありました。これがだからね、1000人に1人ぐらいなんだけど、やっぱり当事者にとって、言われた側にとって、実はやっぱり1000人に1人とはいえダメージになるんだということをお伝えするためにあえて申し上げます。ケントとカタカナで書いた人がコメントしていました。昨日おとといのニュースを見た上で、そして私のこの、朝刊チェックを見た上でこんなことを書き込んできております。告訴したことが 100% 本当なら、まあ告訴ではないですけどね、はい、まあその辺のところも分かってないような人ですが、渡瀬さんのことをまあからかってるというか、こんな書き込みです。告訴したことが 100% 本当なら自殺なんかしないだろう、びっくりマークびっくりマーク。百条委員会ではっきりして一部嘘が困ると思い込み自殺なのかクエスチョンマーク。職員組合に殺されたのかもクエスチョンマーク。もうこれ本当の名前がケントでカタカナでケントと書いているのか、全くの偽名、匿名、ニックネームなのか分かりませんし、別に自宅の住所が書いてあるわけでも携帯番号が書いてあるわけでもないんですが、告訴したことが 100% 本当なら自殺なんかしないだろう。百条委員会ではっきりして一部嘘が困ると思い込み自殺なのか、職員組合に殺されたのかも。まあ、こんなこと書いてくるやつがやっぱり1000人に1人はおるんですね。僕は気違いだと思ってますけども、まあでもまあことの本質をある意味理解する力を持っていた上でこんなこと書いてくるやつがやっぱりいるんですよ。まあ、それは維新を守ろうとするものなのか、斉藤元彦っていうのを守ろうとする人なのか分かんないんですが、ネットの世界だとこういうもんも出ちゃうんですね、書き込めば。でまあまあゴミの掃除のようにいろいろこっちも気重い中でやっていくんですけど、まあまあそいつの心のバランスまで、僕申し訳ないけど、家でお母ちゃんに怒られてんのかお父ちゃんに怒られてんのか金がないのか何か知りませんけど、そこまで知りませんので、まあ、ほっときゃええと言えば、まあ、皆さんほっときゃええと思われるんでしょうが、まあ、目にやっぱり入るんで、まあじゃあチャット欄やコメント欄を閉鎖すりゃいいのかっていうと、そういうもんでもないと思うんで、この件とにはまあ僕一応書き込みましたが、こんなことを書いて喜んでいる人も1000人に1人レベルでいるのかを実感、どうも私には折り合いがつかないです、本当につかないです。今日も大好きなコモさんの朝刊チェックをこのケントが見ているのかもしれないんですが、でまあ別に懐柔請求して家さらそうと思ってるわけじゃないんですけど、まあそれが YouTube、 それが発信するっていうことだと言われりゃそうなんですけど、なんかまあ渡瀬さんには申し訳ないなと思ってね、こんなこと書き込むやつが出ることを僕が喋ったことによって誘発しているとするならば、何でしょうね、まあチャンネル登録者は
さ10万人で銀の盾も欲しいんでチャンネル登録お願いします、ポチッといいねって言いますけれど、やっぱり世の中にはこんな腐ったやつもおんねんなと思いますね。まあ、できるだけ、まあ、よそのチャンネルに比べたらね、昨日佐藤さんに褒めてもらいましたけど、いや何やかんやといろんなチャンネルありますけど、コモさんのところ の、 あのリスナーの方は本当バランス取れてると思いますし、コモさんの話もよそに比べたらバランス取れてると思いますよって言って言ってもらって、ああお気に言うて、もう一杯飲ませてもらいましたけどね。なんかやっぱり、まあ、こんなん一個あるだけでほんまあのねえもうねえ腹立ちますわな、うん、時刻は10時20分、もう一つだけ。さて、松本人志ポストしますっては書いてれませんでしたが、週刊文春に半年前にやられまして、で下半身の問題を連日のように取り上げられ、そしてテレビの世界から消えていってしまった松本人志さん、自分からお休みしますということだったんですが、裁判が始まりまして、ご案内のように文春がですね、今週号で、松本人志さん側の弁護人たちが女性 A 子さん、告発をし、そして裁判でも証言するという A 子さんを尾行していた、あるいは A 子さんの相談役となっていた元検事の X さんに、A 子さんを説得してくれと、あるいはお金はいくらでも出すと、またあなたは A 子さんと不倫をしているでしょうと、そういうことを取材している週刊誌の記者がいますよと、私ならそれを止めることができますよと、でまた別の週刊誌の元編集長が記事を持ってきて、お宅の家のところに A 子さん来てましたよねと、写真付きの記事を見せて、脅迫まがいのことをしたというふうなことを書きました。でそれに対して、解釈が違うと、ちくりの手紙が来たんで、そのことで行動確認をしようとしただけのことなんだと、いうことを言いました。で一方週刊誌、文春は自信がありますと、来週号でまた書きますっていうふうに言って、僕はまあ録音のデータがあるんではないかなと思っているっていうことなんですが、その中昨日松本人志さんが本当に久しぶりに、ポストをいたしました。今から10時間前のことであります。なんとですね、2370万回今のところ表示されてますね。すごいですね。23万のいいね。ということは見てる人の100人に1人がいいねをしてるっていうことですから、99% はいいねを押してないということでもありますが、現在のところ8995件のコメントがついておりまして、そのほとんどはまっちゃん頑張れと、久しぶりに発信があって嬉しいというようなことが書かれております。で、ここまで松本人志さんはいわゆるリポスト、リツイートというものはしておりましたが、自分の発信というのはなかなかしてはりません。当初そのとうとう出たねとか言ってですね、で3月25日に人を笑わせることを志してきました。たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張は書き消され、受け入れられない不条理にただただ困惑し、悔しく悲しいです。世間に真実が伝わり、一日も早くお笑いがしたいです。ダウンタウン松本人志、今年の3月25日午後9時46分にポストして、それは1億回、表示されているという、まあまあ複数回やってる人もいるんで全員がということではありませんが、そこからまあ後輩たちのポストをリポストリツイートするっていうことはしてきはりましたが、今回昨日ですね、田代弁護士たちの、抗議文
これをこの画像をポストしております。そこにはとうとう出たねとかポストしますとか、戦いますとかっていうそういうことは一切書いてありません。抗議文、田代弁護士をはじめ3人の弁護士の名前がついております。当職たちはつまり弁護士ですね、松本人志氏以下松本氏といいますの代理人として、貴局がというのはこれは日本テレビ系列の読売テレビの放送ミヤネ屋であります。令和6年7月11日に放送した情報ライブミヤネ屋において、つまり木曜日週刊文春発売の日のミヤネ屋であります。当職らが受任している損害賠償等訴訟事件に係る報道につき、不適切な変更報道及び事実に反する内容の報道があったことを確認いたしました。同日の放送内容のみならず、今日に至るまでの情報ライブミヤネ屋における報道内容が、松本氏の名誉権の侵害を助長する内容であることに疑いを差し挟む余地はなく、貴局に対し強く抗議を申し入れます。なお令和6年7月11日の放送について言及すると、特にコメンテーターとして出演している大和田文江氏は手元の原稿を確認しつつ、ありとあらゆる手段を使ってとにかく A 子さんに諦めさせようとしているという図式だけははっきり私にも分かっている感じですかねと、前期事件において松本氏と係争中の株式会社文藝春秋に肩入れした発言をしていますが、大和田文江氏は株式会社文藝春秋が発行配信する多数の媒体に掲載されている記事などの執筆者であり、このように株式会社文藝春秋と明確な利害関係のあるものをコメンテーターとして起用し、本件についてのコメントを促すこと自体公平性を欠いた編成であると断ずるほかございません。段落変わって、また大手出版社に在籍する女性週刊誌の元編集長と X 氏のやり取りにつき、西山公平氏が、そうか録音があるんですよね今だったらねと発言した後、佐口氏がそれあくまで記事によりますとと発言し、西山氏がよるとということですよねと発言しました。こうした一連のやり取りを受けた一般視聴者は、当該元編集長と X 氏とのやり取りについて録音が存在する旨が記事に掲載されているものと誤解しかねず、実際に当職らに対し、当該元編集長と X 氏との一連のやり取りの録音が存在するのであれば、X 氏に対する金銭の支払いの提案があったことは否定できないのではないかとの問い合わせが寄せられております。しかしながら、こうした一連のやり取りの録音が存在する旨は、週刊文春7月18日号において一切掲載されておらず、一般視聴者に誤解を与えかねない報道内容については、番組内で速やかに訂正していただくよう申し入れを行います。はい。まあ、こんなん言ってる間にもこのポストがどん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 、閲覧されておりまして、現在2384万回表示されているようでありますが、この件につきましては、まあ、放送された内容と主張については私理解します、私も録音が存在しているんだろうとは言いましたと思うと、で記事にそうは書いてないというふうに言いました。なので私は私の発言がこの文脈において非難はされないわけですが、私は記事には書いてないけど、まあ録音は存在してるんでしょうねと、だから一発打っといて二発目三発目のところでそれをぶつけていくんだろうねと、まあ、そうでもないと文春は書かへんやろうなって、まあ、私は言いました。しかしそう記事に書いていないということは問題だというふうに田代弁護士たちは指摘をしております。令和6年7月11日の放送内容のみならず、これまでの放送内容を踏まえ、当職らは松本氏を代理し、放送倫理番組向上機構放送人権委員会閉じる、いわゆる BPO でございますに対し、放送による人権侵害を申し立てる準備を進めておりますので、
今後偏向報道と受け取られる可能性のある内容や事実に反する内容を一切報道することがないよう適切に対処されたく申し入れますとのことでございます。さあ皆さんはどのようにお考えでしょうか。これについては先ほどの斉藤片山県政の問題と違って、まあ、まあ多くの人は多分当チャンネルをご覧の方で言うとそらまちゃんあかんでとやばいこと出てきたんちゃうかとコモさんがそう言ってるのに乗っかるよっていう人もあるだろうし、まあ、逆に、まあ、それはアンチコモリなのかどうか分かりませんが、逆の立場の人もそこそこいてはって、まあ数で言うと 50-50 ではなく前者の方が多い印象はありますけれど、まあ一定の数文春がひどい文春なんて消えてしまえっていう人もいる、まあ、そういう人たちにとっては力強い抗議文ということになるんでしょうね。あの小谷さんという人がいまして、この人はもともと別に芸能記者でもないんですが、競馬のことなんかも書いてはる人で、この人がまあ基本そのまっちゃん側に立ったことをずっと言ってはりまして、まああの自然に彼のポストが出てくるんで、この抗議文など一連のことについて、法律事務所が出しているものとは違って非常に分かりやすくまとめてあります。東スポが出しました松本人志代理人の新たな文春法に猛反論、絶対に忘れてはならない裁判の大原則という見出しをまず引用し、最新の文春の記事に対して松本人志さんの側の田代弁護士が反論を発表しましたね。当たり前です、放置するとこれを認めたということになってしまいますから、文春側の場合は都合の悪いことをすぐに放置しますが、それは認めているようなもんですね。だからこの抗議文ではなくてその前の反論のことについてですね、うん、YTV に関するミヤネ屋に関するものではなくてですね、うん、一つ目は田代弁護士が A さんと親しい男性 X 氏に接触し A 子さんの出廷を取りやめるように持ちかけ不倫疑惑をほのめかして圧力をかけたという内容。田代弁護士は X 氏との面会を認めましたが、 A 子さんの出廷妨害は否定しています。不倫疑惑については知人なので、つまり田代弁護士の検察時代の先輩であったと X さんが、なので心配して聞いただけで圧力ではないとのことです。でも小谷さんもさすがに言ってます。一点だけ、その時にその不倫話をする必要はなかったかなと思います。ただ知人の名前が出てきて自分の人脈で解決できるのではと考えたのでしょう。ミスもありますが、ミスではありますが悪意はないと思います。もし悪意があればここで言ってないでしょうからねと小江さん言ってます。あの小江さんたちが言っている松ちゃんのを擁護する発言で、まあ、文春の側にも非があるのかなと思う点はここまでも確かにあるのはあって、まあ、だからそういう部分はご紹介してきてるんですけど、これはまあさすがに無理があると思います。そこでその金銭の授与を含めて、まあ、全部否定してるんですが、大手帰り際に記事によるとですよ、帰り際に X さん A 子さんと不倫してますよねって記事出るって言ってますよって言ったことが本気で先輩だからこれ注意してくださいねという文脈で僕は読めないですね。そら圧力かけようとしたんだとそら思いますよ。 X さんでなくてもこれをあの知人だから心配して言ったというふうに松本人志さんを擁護する側は文藝春秋文春週刊文春が憎くてそう言うんですけど、それは僕無理があるなと思いますね。それは悪意があればここで言ってないでしょうって、悪意があるから言ったんだとまあ私は思います。二つ目、 A 子さんが尾行されていたこと、僕は知らなかったのですがと。そうですね、だからまっちゃんを擁護する人らの中でもちょっとショッキングな状況だったんだと思います。訴訟相手のことを調査会社に調べてもらうのは普通のことらしいです。
ただし A 子さんに該当する人物の会食日、場所、個人情報が記載された匿名の手紙が2度も届き、その内容の信憑性が高いと判断して調査会社に依頼したとのこと。松本さんの側の弁護士は何度か調査を実施していましたが、この匿名の手紙による調査の時だけ文春の記者に待ち伏せされたのです。明らかに文春にはめられましたねと、まあ、みんなまっちゃんを擁護する人は、文春の側がおとりの手紙を匿名で出して、それに引っかかって田代弁護士たちが尾行をして、でそこを追及されたんだと、まあ、言っているんですけど、まあ、これもまあ僕は読んでて無理があるなと思います。別にどっちの側に立ったら気持ちがいいかというんじゃなくて、僕はまあ自分の違和感センサーだけで言ってますが。3つ目、女性週刊誌の元編集長が X 氏と A 子さんに和解のための金銭交渉を持ちかけてきたことですが、これに関しては一切関与しておらず、和解を持ちかけた事実もなく、そのような考えも持ち合わせていないと主張しています。まあ、主張しているのはわかるけど、それはわかりますが、これは文春側の嘘でしょうと書いてます。今までの戦略から見ても和解交渉や金銭提供は考えにくいですし、そもそもリスクが高すぎます。いくらなんでもこれはないでしょうというふうに小林さんは書いています。まあ、多くの松本人志さんファンはこのように言うのでしょう。まあ、それを田代弁護士たちが主張しているというのは事実ですが、それは木原事件に事件性なしと露木長官が言ってるから記事にするようなものなので、僕は露木長官の人格も能力も全て疑問を持っておりますが、事件性なしっていうのは大嘘だと思っていますんで、そう言っているからそれをそのまま信じろっていうことはそれはできないので、まあ信じるっていう人がいるのも分かりますが、私は信じられないですね。他にもカラオケ店の一眼レフや探偵者の守秘義務案に認めたなどおかしい部分はたくさんあります。裁判中なので裁判に有利になる証拠ばかりのはずですが、それをなぜ裁判でなく記事で出したのか。答えは簡単、それはお金になると。世論を味方につけられる、そして法廷では嘘をつけないからでありますというふうに書いてあります。まあ、逆の見方はこういう見方の人もいるんだっていうことは、まあ、それはそれで一つの情報だと思いますんで、私ご紹介をいたしました。で、改めて宮根屋の問題であります。それはですね、こういうことを言われて、さあ読売テレビ、宮根屋プロデューサー、あるいは宮根誠司、他の出演者がどう考えるのか。まあ、一番は制作者ですね。制作サイドはどう考えるのかっていうことで、宮根さんはまあフリーで喋っているように見えますけど、あくまでゲストの人選含めて番組サイド、番組のプロデューサーがどこまで腹くくって、文春の側に乗っかってやっていこうとするのか、まあ、少なくとも抗議文に書かれているように7月11日木曜日の放送は週刊文春の主張にのっとった放送をしている。なので松本さん側にとってそれは偏向報道であるという考えは一つ成り立つのは分かります。ただまあそんなん言うと報道なんて冤罪やって言っている人の側に立つのか、冤罪じゃないっていう方の側に立つのか、それによってもう180度どちらかからは偏向報道と言われるものなので、公平性の担保っていうのはもちろん重要な要素ではありますけれど、こういう問題があるのだということを、まあ、もちろん自分の取材であるに越したことはないですが、週刊文春が頑張って取材していることも引用をしつつ番組としての内容を決めて喋るっていうのは至極当然のことなので、それに反対する人が抗議の声を上げること自体別に問題だとも何とも思わないですが、ミヤネ屋としてこういうある種の圧力を一方の当事者からかけられた時にどう考えるのかっていうことですね。で、まあ、一つは木曜日に文春の側に立ったんで、月曜日は
じゃあ田代弁護士の側に立ってやりますと言って松本人志さん側の主張をただただ言うっていう番組を作るのも、まあ、一つのやり方ではあります。それでバランスを取るっていう、まあ、情けないですけど、で一方やっぱり面倒くさいから取り上げんとこうっていうのもある。これが一番僕は怖いことだと思ってます。だって木曜日の段階ではやっぱり週刊文春が出して、まあそれは正義感からやったのか、それをすると視聴率が取れると思ったのか、まあそれは両方あると思うんですけど、まあそれで、週刊文春の記事にのっとった内容を放送したわけ でそれに対して田代弁護士側からあ、まあ、その抗議文が出るとこまで予想したかは別として、それは反対論が出てくるわけなので、そのことも分からんと腹くくらんと放送してるとしたらとんちんかんな間抜けですので、まあここは自分たちは週刊文春の側に立ってこれまでもやってきて、これからもそうやっていくんだっていうことで、こういう反論がありましたが当番組としてはこっちを信じますっていう内容でそのまま行くというのが一つのやり方。まあこれで口つぐんでしまうのが一番良くないことで、これまでの特に在阪のテレビ局と吉本興業との関係においてでいうと、やっぱり基本吉本と喧嘩はしたくない。それはもうその株主がどうのとかいろんな要素はありますけど、タレント引き上げられたらもうそれはおまんま食い上げになってしまうので、一番組のプロデューサーだけの話じゃなくって、それは局全体として吉本と喧嘩はすんなという、別に命令が出てるわけでもないんだけど、吉本には忖度するもんだという空気が、もうそういう空気しかありませんから、それに対して異を唱えるような人間は、まあ、私みたいな人間が生放送をもし受け持っていたらきっとややこしいことになるんだと思いますけど、そんなもんもうそれはもうワイテレだけじゃなくってカンテレも ABC も MBS もみんな一緒ですわ。まあまあ、まあ、NHK でも多分一緒でしょう、それはね。うん、タレント引き上げられたらその番組にならないんで、それがどうかっちゃ思いますよ、それはどうかとは思いますけど、まあそうなんですよ。でただこの松本人志スイートルーム事件についてで言うと、明らかにその全体として吉本興業に忖度しましょうっていう空気とは違う形で、要は吉本自体が、まあ、全部切ってるわけじゃないんだけど、もちろんダウンタウンだし浜ちゃんもやってるんだけど、この問題についてはまあ気使わなくてもいいでっていうサインが出てるわけでもないんですけど、ちょっとまあ切り離されてるところがあるんで、従来の吉本と大阪のテレビ局の関係でいうと、もうこんなもんを突っ込んでいくはずがないですよね。まあ、そこをあのミヤネ屋がやってるっていうのは、ある意味吉本とのズブズブの関係は吉本維新在阪テレビ局放送局、これはもうみんなズブズブですから、ズブズブの関係の中でしかやってないですから、はい。でも松本人志事件ということについてはちょっと、うん、切り離されてるかなとは思うので、まあミヤネ屋がやるつもりならやりはったらいいんじゃないですか。ここで口つぐんじゃうのは一番組の話だけじゃなくって、もっと大きなことになりますよということですね。はい、以上。だんだんとさすがに長いので同時接続者数は減ってまいりましたが、現在も全世界で1100億人ほどの方にご覧いただいております。ありがとうございます。ポチッといいね、そしてチャンネル登録をしていただきますと私元気が湧いてまいります。1000日間を超えて連日配信をしております。コモさん今日は東京、明日の朝も東京からお届けをいたしまして、今夜は時間があれば東京都庁前からプロジェクションマッピングを皆様にお届けしようかなと。2年間にわたりまして84億円をかけた小池百合子都知事自慢のプロジェクションマッピング、今日土曜日はひょっとしたらゴジラまだやってるんですかね、夜はそんなことを考えております。全国を行脚しておりますコモさんが東京からお届けをいたしました。ではまた明日インジャンでございます。
ポチッといいねとチャンネル登録は忘れずにお願いいたします。また明日、インジャンチョキ。良い週末になりますように。ありがとうございました。あ、風船飛んでる。